どうも、ひなららです。3月4日、モンスターハンターライズの新モンスターの復刻情報が公式から入ってきました。発売日がね、近づいてきて、新情報盛りだくさんでめっちゃ楽しみっすよね。なので、まずはそのムービーを紹介したいと思います。ちなみにですね、私はこんな風にモンハンライズのお役立ち動画とか、体験に関する攻略情報を発信しているので、よかったら他の動画を見ていってください。それではムービー見ていきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。基本的にはですね、前作モンスターハンターワールドからの復刻だと思います。ワールドをやってない方も多いと思うので、1匹ずつおさらいしていきましょう。まずはアンジャナフ。バンガクリュウって呼ばれてる恐竜みたいなやつですよね。割と序盤で出現するんですけど、火吐いてきてなんかびっくりした覚えがあります。あとは執拗に追いかけ回したりとか高速とかもしてくるので、序盤にしては強かったなっていう印象です。お次はクルルヤック。ワールドでもね、最序盤で出現した潮流種ですね。いわゆる雑魚モンスターの部類だとは思うんですけど、こいつがね、持ち上げる石がね、めっちゃ硬いんですよね。ミラボリアスの体験でも弾かれてしまうぐらい硬いんで、この石で防具作ればええやんってずっと僕は思ってました。ちなみに俳優の山田孝之さんスペースクルルヤックで面白い動画が見れます。3匹目はジュラトドスですね。泥魚竜っていうシーラカンスみたいなやつですね。こいつの泥攻撃を食らうと水やられになるんで、打ち消しの身の大切さを教えてくれるモンスターでもありますと。ただ個人的にはあんまり戦った覚えがないので、そんなに記憶には残ってないんですよね。まあ、今作は泥といえばオロミドロっていう新モンスターが出てくるので、そいつの影にまた隠れちゃうんじゃないかなって思ってます。4匹目はトビカガシですね。爬虫類とイタチを足して2台割ったような見た目で、すばしっこく動くモンスターなんで、まだ操作に不慣れなハンターにとっては厄介なモンスターだったんじゃないでしょうか。こいつも序盤のモンスターのくせに雷やられとかにしてくるし、意外と攻撃力が高いので、油断しているとサクッとやられちゃいます。最後はプケプケですね。カエルと鳥を足して2で割ったような毒怪鳥っていうやつで、序盤にしてはね、毒にしていきたいと厄介なモンスターでしたよね。まあ、その見た目や名前がね、可愛いんで、実は密かに人気モンスターだったりします。僕もプケプケの復刻が一番テンション上がりましたね。前作のワールドのね、ウィッチャーコラボってやつがあって、それで瀕死のプケプケっていうサブクエストがあるんですけど、それでね、プケプケをね、守りながら戦わないといけないんですけど、ちゃんと守ってあげないとすぐにプケプケがね、雑魚モンスターに殺されちゃうんで、発狂した覚えがありますと。はい、以上で紹介終わりです。公式によると、この動画にジャグラスも出現してるとのことなんですけど、どこにいました？僕は見つけれなかったんで、分かった人は教えてほしいです。あとは他にもひっそりと新モンスターが映ってたら教えてほしいです。それでは今回はこの辺で終わろうと思います。バイバーイ。